シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。シーの代表の篠崎です。眩しいですね。こう白だとすごく反射しちゃいますね。今日のお話はですね、美容師それ行った方がいいんじゃねっていう話なんですけども、それは何かと言いますとですね、実はですね、昨日ちょっと時間をいただきまして、私が行ったところは、群馬県の榛名湖というところに行ってきました。榛名湖っていうのはですね、もちろん榛名山っていう山がありまして、その山の頂上っていうかね、上の方にある湖なんですけども、まあ、火山の、まあ、カルデラ湖って言ってたから、多分あれですかね、こう噴火したところにこう溜まった湖なのかな、どうなんだろう、ちょっとその辺はちょっとわからないですけど、でもそういう感じの湖 でそんな大きくないですよ。車とかだと10分もあればこう一周できちゃうような、割と小さめの湖なんですが、そこにですね行く目的で行ったんですよね。でですね、途中で榛名神社っていう、こう、榛名神社っていう矢印が出てきたんで、あ、ちょっと行ってみようかなと思ってですね、ちょっと行ってみたんですね。で、そこにですね、なんと、ハケブラシ塚っていうですね、なんていうんですかね、ハケとかブラシとかの、まあ、供養するような感じのものがあったんですよね。で、よく考えたらですね、それは、僕は参拝してる時にこれただスルーしたんですけど、あ、そんなのあるんだっつってスルーしたんだけど、参拝しながら、あ、これ美容師ってこれちゃんとやんなきゃダメだなと思ったんですよね。っていうのはだってコームとかブラシとか、ね、櫛とかめちゃくちゃお世話になってるわけでしょ。でちょっとこうダメになっちゃうとポイって言っちゃうじゃないですか。だけど僕前からこうポイって行くのってちょっとなんかちょっとおかしいなと思ってたんですよね。だってそれでね、非常にこう自分のカットとか、まあ、ブローとかですね、セットとか助かってるわけですよ。だけどちょっと壊れたらポイじゃないですか。やっぱね、ありがとうっていう気持ちがちょっと僕の中にあるんだと思うんですけど、やっぱりポイって捨ててたんですけど、ポイって捨てるときにすごくこう後ろめたい気持ちがあったんですよね。なんかこう供養じゃないけど、なんか公務してるとこここですよみたいなねところがあって、まあなんか違うんだったらいいんだけど、もう普通ゴミと一緒に捨てるじゃないですか。でね、そういうのがあって、でこれはね、美容師さん、まあ、年に1回とは言わないけど、そこそここう使ってダメになった公務とか、こう折れた公務とかね、ブラシとかがあったら、まあ取っておいて、でちょっと溜まってきたらそこにこう持っていくっていう感じがいいんじゃないかなって思ったんですよね。で僕もまさかそんなのがあると思っていなかったので、手持ちにね、ダメなコーム、捨てるコームとかがあったわけじゃないんだけれども、今度はね、これちょっとダメになったコームがあったら、お店とかでもね、カラーのコームとかあるじゃないですか。相手のダメになったら捨てないで、ビニール袋かなんかにこう入れといてっていう感じで入れといて、でたまにね持っていこうかなってちょっと思いましたね。やはりね、自分たちが仕事してる仕事の道具、ダメになったらゴミと一緒にポイっていうのはちょっとね気が引けるので、まあ、まとめてみんなの分もそういったところに持って行ってあげるとよろしいかなというふうに思います。で榛名神社なんですけど、今改修工事をしてまして、全部は見れないんですけど、まあ、参拝することはできるんですよ。で参拝してる感じから言うとね、すごい古い神社で手つかずですね。要するにこう有名な神社仏閣とかって古くなるとこう修繕するじゃないですか。で京都なんか行っても結構ね、当時なんかもそうなんですけど、結構修繕中で、五重塔とかね、修繕中で、古く老朽化したものに関しては新しくこう耐震工事とかね、そういうのするんですけど、榛名神社やっぱこうあんまされてなくて、でもう結構老朽化でまずいみたいな感じになって、今修繕してると思うんですよ。
入り口のね、なんか門構えとかも相当古くて、結構ね、古い、うわ、こう本当古いなっていうのが好きな方はね、一回行った方がいいかもしれないですね。すごく良かったですね。あとね、岩場なんですよ、榛名神社って。すごく大きい岩っていうのかな、石っていうのかな、すんごいあって、でそこにね、こう神社がくっついてるんですよね。あれはすごいですよ。あんまり有名じゃないかもしれないけど、あれは行ってね、見る価値あるかなって思いますけどね。ただ参道から本堂までですね、結構な上り坂、15分歩くので、でも歩った方がいいよ、美容師運動不足だからね。はい、まあということで、美容師は知っといた方がいいんじゃねっていう情報でした。ハケブラシ塚、ぜひ共に仕事をして、使えなくなったコームブラシ、ポイしないで、ちゃんと供養して、そして収めるようにしたら、仕事も変わるんではないでしょうか。それでは動画この辺で終わりたいと思います。この動画良いと思いましたら、グッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も一日頑張りましょう。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てね。